まあ、スタートね、はい、誰も行かないんで、うん、もういいわって感じで脇本が行って、ね、でちょっと脇本選手の後ろがね少し牽制入って、うん、であの新田が、ねねうん、仕方なく追わなきゃいけないようになったんで、はい、森沢が飛んできて、うん、追っかけて、まあ 2番の新田選手が今追っかけていってますけどもね、うん、森沢がすぐ上がって、はい、追っかけていくというね、はい、そしてその後ろにね3番車 の松浦選手がいますんで、その後ろに4番の山田選手、ね、まあ、これ短期だからね、はい、あの9番と6番がいずれ上がってくるという、うん、まあ、この後隊列が、ね、整うと思いますけど、はい、まあ、3番の松浦選手の前には9番の清水選手が入ってくると思います。まあ、6番の、ね、香川選手もその辺入ってくると思いますけども、結局一番後ろが5番の郡司に7番の諸橋と、うん、はい、まあ、ここで、ね、隊列がほぼ整え始めましたけども、まあ、ここから、ね、レースが動いていきますけども、まあ、中野さんが言われた通りね、脇本選手も最近ちょっと前取り行くようになりましたからね、うん、まあね、前でも、ね、対処しなきゃいけないし、うん、これ ね、まあ、ね、後ろに一人でもついてれば、うん、多分ね、すっと下がったと思うよ。まあ、いずれはでもだんだんね、脇本選手も常に後方からじゃなくて、うん、前向きさせられることもね、当然出てくりますから、それのね、一つ部分では。まあ、こういう流れになったら、当然ね、後ろから、うん、まあ、郡司が抑えるんだけど。うん、まあ、でもやっぱ郡司選手もね、調子いいですよね。多少からでも、まあ、仕掛けようという気持ちもあるしね。これもうちょっと遅かったらね、下手すれば脇本突っ張るかもしれないからね。うん、残り2周ぐらいだったら突っ張って、はい、まあ、もう先行してもいいよと、ね、はい、まあ、これで3周 で、まあ、2周半までは出れないので、うん、これで郡司がね、はい、ここで1回すぐ抑えないで待ってると、はい、でそこで4番が清水がね、はい、うん、その上を行くというね、ここですね、その時に1回突っ張って、うん、まあ、この清水のライン3人は出したけどと、はい、この時に郡司選手と並走だったんで、あ、どかしでも行くのかなと思ったんですけどね、まあ、これね、郡司もね、うん、別に入れてもいいのよ、この時はね、どうせ脇本行くんだから仕掛けてくれますからね、うん、まあ、昨日抜けてないので、まあ、でもここで郡司選手ね、やっぱ叩き、ね、まあ、叩いて、まあ、この時はちょっと清水選手もさすがに突っ張るしね、はい、うん、これね、うん、秀明があそこにいたんでこうずるっと下がってしまったけど、はい、でここでね、山田選手がホームから仕掛けていくんですけども、やっぱり山田も仕掛けるで、ね、その上を新田が行くというね、はい、ああで新田が行った上をね、うん、やっぱ行こうとはするんだけど、まあね、ちょっとね、うん、大山を越えていかないといけませんね、ここからはね、もう外走ってるし、まあ、よく森沢選手もついていきましたよね、森沢もね、はい、でも脇本4着して、うん、もうちょっとで3着まで来てるじゃない、はい、まあ、2、3、ね、2番、3番、8番ということでね、はい、まあ、新田選手は1着となりましたけども、はい、まあ、松田選手もね、清水選手の後ろから ね、 そうですね、番手まくりで形になりましたけど、はい、まあ、まあ、中段が、ね、はい、まくっていけば、ああやって脇本でもね、まあ、大外になってしまってもね、うん、やっぱり4着ぐらいまで来るから、まあ、明日はしっかり主導権と逃げると思いますけどね、はい、まあ、やっぱりここね、脇本選手とか郡司選手、そしてね、新田選手あたりのね、あと松浦選手も、はい、ちょっと明日準決勝、ね、期待できるんじゃないかと思いますね。そうですね、まあ、このメンバーが当然分散するし、うん、はい、ね、あと2次予選から上がってきた選手と、うん、まあ、どういった組み合わせになるかですけども、まあ、そのあたりね、明日の準決勝また楽しみにして、はい、はい。